校へ行かなきゃいけないんだ。真実を教えないなら、ネットで知るからいい。眠れ時の商店街の雑踏を通り抜けるのが面倒で、踏切渡って止まりして帰る。放課後の教室は苦手だ。その場にいるだけで分かり合えてるようで、話し合いにならないし、しらけてしまった僕は無口になる。あと何なんだろう、ここから出るには大人になるため。嘘になる誰かがため息をついた。そう、それが本当の声だろう。黒い筋月曜日の朝、スカート食らわれた通学電車の誰かにやられたぜ。が納得するそんな答えなどあるものか。真っ白な群れで悪目立ちしてる自分だけが真っ黒な羊。どいたて同じ色に染まりたくないんだ。これから先もずっと電車は満員で、スマホには愛のない過去だけが残ってる。革命期停車会、努力は報われなすよ。人間の過去ですよ。そこにいなければよかったと後悔する。人生の大半は思うようにはいかない。納得できないことばかりで視野広げないと諭されてたけど、それならやっぱ納得なんかしないまま、その度に何度も集う。吐いて噛みついちゃいけませんか。もうあなたを騙してる残りの人生、全部僕のせいだ。食われてた朝、スカート着られた無視された社会の罪に存在する孤独、自分がどこにいる。それだけ伝えたい、したり顔で。白い羊、月曜日の朝、スカート着られた通学電車の誰かにやられたんだろう。僕から嫌いにね、スタッフが誰かが嘘っぱらしか、私は冷えない。髪の毛を染めるという大人は何か気に入らない。反逆の象徴